オスマン帝国軍の大砲、1788年火薬帝国とは、中世から近世にかけて火薬、火器を用いて勢力範囲を広げ、またそれらから支配体制、社会構造の形成に大きな影響を受けた国を指す、歴史学上の概念、仮説である。特にオスマン帝国、サファビー朝、ムガル帝国の三帝国について用いられる。 新しく発明された火器、特に大砲図書火器の使用と発展によって、イスラム系火薬帝国による拡張過程で広大な領域が征服された。騎士の没落と王権の強化を生み出したヨーロッパの場合と同様に、ここでも火薬兵器の導入が中央集権化された君主制国家の台頭などの変化を促した。GS ホジソンによれば、 火薬帝国におけるこれらの変化は、単に軍事組織の変化に止まるものではなかった。アクバル時代のムガル帝国軍の、公平火薬帝国という概念は、シカゴ大学のマーシャル・ホジソンと、ウィリアム・ハーディー・マクニールによって提唱された。ホジソンは1974年の著作、ザベンチャーオブイスラームの、第3巻にザガンパワーエンパイアーズアモダンタイムズというサブタイトルをつけた。 ホジソンは、モンゴル帝国の後に、アジア中西部の主導権を握った、不安定で地理的な制約を受けた、チュルク系民族の諸国家を、中世後期の軍事的パトロン国家が一掃した事象について、火薬兵器が鍵を握っていると位置づけた。ホジソンは、軍事的パトロン国家を次のように定義している。一つ目に、王朝の独立した法が整備されていること。二つ目に、 軍が統一された単一の国家という概念があること。三つ目に全ての経済的、文化的な資源を軍を握っている一族の有するものとして説明しようという試みがなされていること。このような指標はモンゴル帝国の偉大さを説明する指標としては当てはまらないが、この指標を満たせばより後の時代の官僚機構の整った安定的な帝国を形成できるとした。 しかしそれは火薬兵器の登場と軍隊を生活の中心とする兵たちによる技術の成熟があってこそのものであるともされた。マクニールは新兵器である大砲の独占が叶った時、中央政府はより広い領土を新たなもしくは新たに統合された帝国に統一することができる。と説いた。特に独占が重要であった。ヨーロッパでは15世紀の段階で、 すでに大砲技術が進歩していたが、それらを独占できた国はなかった。重火器の鋳造技術はスヘルデ川、ライン川川口付近の低地地方で発展したが、この地域はフランスとハプスブルク帝国に分割された結果、火器の登場の意義は軍事的な革命の域に留まった。これに対し、西アジア、ロシア、インド、そしてより変則的な類型としては、 中国や日本においても、各記の独占に成功した勢力による軍事的な拡張と帝国の形成が見られた。後の歴史家たちからは、ホジソンやマクニールの火薬帝国仮説は不十分で不正確な説明に過ぎないとしてあまり肯定されていないが、それでも火薬帝国という用語は用いられ続けている。奇襲権的なチルク部族国家軍が占めていた地域に三つの 集権的帝国がほとんど同時に交流したことについては軍事面以外からも様々な説明が試みられている。例えば15世紀ヨーロッパを研究している歴史家たちからは宗派家、すなわち国家が信仰告白や教会布告などを通じて教会との関係を深めたことが中央集権化や絶対主義の発生をもたらしたという概念を提唱している。 ャグラス・ストレウサンドは、これを、サファビー長を例にとって説明している。サファビー長は、当初から、一般市民に、新たな宗教的アイデンティティを強制した。言語的アイデンティティの育成に占いその政策には、効果があった。ホジソンとマクニールの理論の問題点の一つとして、ムガル帝国を除く二国は、実のところ初期の急拡大にそれほど下記が関わっていないということが挙げられる。 さらに三国とも火薬兵器を獲得する前からすでに軍事的先制体制が形成されていた。火薬兵器の獲得と軍隊への導入が実際に数あるイスラーム国家の中で特定の三つの帝国の交流をもたらしたものであるとも思われないただ火薬の存在が三つの帝国の存在と本質的に結びついていたかどうかは定かでないとしても 三国、それぞれがその歴史の早い段階で、大砲や火器を導入し、軍事戦略の一部として取り込んでいたのは確かである。三帝国の中で最初に火薬兵器を導入したのは、14世紀に医師砲を導入したオスマン帝国であった。この対応と、それに伴う兵器製造の進歩や火器を持ち専門化された常備兵の整備は、 ヨーロッパや中東の敵対勢力と比べて極めて早いものだった。周辺諸国はオスマン帝国の変容に衝撃を受け、サファビー朝とムガル帝国が火器を導入するきっかけとなった。オスマン帝国は少なくともバヤジと一世の時代には大砲を配備しており、コンスタンティノープル包囲戦に使用している。工場兵器としての大砲の優位性は、 1430年のテッサロニキ攻略で証明された。オスマン帝国はヨーロッパ人の鋳造所を用いて大砲を製造し、1453年のコンスタンティノープル包囲戦では巨大なウルバン砲を用いて城壁に巨大な砲弾を浴びせ防衛軍を驚愕させた。イギリスハンプシャーのフォートネルソンに展示されているオスマン帝国製のダーダネルス砲。 これに近いものが1453年のコンスタンティノープル包囲戦でも用いられた。オスマン帝国の火器の導入速度はヨーロッパ諸国を上回っていた。もともと弓矢を用いるこの F 票だったイエニチェリは、メフメトニセギの時代に重兵としての訓練を重ね、おそらく世界で最初の火器を装備した独立部隊となった。 大砲と家にチェリの小銃を連携させる戦術は1444年の十字軍に対するバルナの戦い、1473年の白洋朝に対するバシュケントの戦い、1526年のハンガリーに対するモハーチの戦いでその進化を発揮した。そうした戦いの中で最も火薬兵器の進化が発揮され、サハビー朝やムガル帝国に 大きな影響を与えた戦闘は1514年のチャルディラーンの戦いである。アッパース一世紀のサファビー朝、マスケット銃兵。オスマン帝国はチャルディラーンの戦いでサファビー朝と衝突した。このシーア派の宿敵と戦うためにオスマン帝国のセリム一世が東部戦線に野戦砲を輸送させたのに対し、サファビー朝のイスマー・イール一世は 各地の諸公の騎兵軍を召集して集結させ、オスマン軍の陣営に突撃させた。オスマン軍は大砲を荷車の間に設置し、家にチェリを守る防壁とした。砲撃と銃撃を受けたサファビー町の騎兵は壊滅的な損害を被った。勢いに乗ったオスマン軍はサファビー町の首都タブリーズまでも人質占領し、多くの都市を奪った。 チャルディランでの敗北により、イスマー・イール一世の拡張政策は頓挫した。彼はしばらく政治や軍事への情熱を失い、火薬兵器を導入するなどの対策もすぐには行わなかった。敗北から2年後、イスマー・イール一世は8000人のマスケット銃兵隊、トフェン口を創設し、1521年までに2万人にまで規模を拡大させた。 半世紀後のアパース一世は1598年頃に軍政改革を行い500門の大砲と12000人の銃兵を配備した。サファビー朝はイスマー・イール一世の死去後に起きた動乱に乗じて侵攻してきたウズベクに対する戦争で火薬兵器を投入した。タフマースプ一世は自ら軍を率いてヘラートを奪回し、 1528年9月24日のジャムの戦いでウズベックと激突した。この戦いでサファビー軍は大砲を中央に置いて両翼に荷車と騎兵を展開した。このようについてムガル帝国のバーブルはアナトリア流と評している。数千人の重兵を軍の中央に置いたのもオスマン帝国の家にチェリに習った夫人だった。ウズベック軍の騎兵は サファビー軍の両翼を攻撃して後退させたが、タフマースプ一世が中央の銃兵を鼓舞して、ウズベク騎兵を攻撃し、決定的勝利を収めた。マッチロック式ライフルを持つムガル兵ムガル帝国の創設者でありバーブルは、チャルディラーンの戦いで同盟者、イスマー・イール一世が敗れた後に、火薬兵器や野戦砲、またその戦術を積極的に取り入れた。 彼がローディー朝のラホール大使ダウラとハンローディーを助けてインドに侵入し、スルターンのイブラーヒームローディーと戦った時点で、すでにバーブルは火薬兵器をよく運用できるようになっていた。彼はオスマン帝国の技術者ウスタッド・アリー・クリーを雇い、大砲軌道や重負標を中央に置いて、荷車で守りつつ両翼に弓騎兵を配置するというオスマン型の戦術を吸収した。 この新技術導入は、1526年の第一次、パーニーパッドの戦いでの大勝利につながった。圧倒的大勢なローディアサのアフガン人、ラージプート連合軍に、バーブル率いる、小規模なティムール長残党が圧勝できた一員は、君主のバーブルが実際に戦闘に参加した点にも、あった。これはムガル帝国史上ほとんどないことであった。以上の3つのイスラム火薬帝国は、 早期に火薬兵器を導入して新兵器と新戦術によって戦場を支配し成功した。一方東アジアでもヨーロッパの海上帝国からの影響を受けてイスラーム圏の火薬帝国に似た軍事革新が起きた。世界に先駆けて火薬が発明された中国では8世紀末から9世紀初頭頃にロケットのようなヒヤやヒヤリが 総王朝の兵器賞において生産されるようになり、実戦では、金との戦争中に起きた内乱に使用したとされる。1259年に、南宋の十春府で開発された、実家槍と呼ばれる大砲に近い木製火砲は、大元戦などに使用された。1288年当時の制道性の重心が中国で発掘されたことで、 モンゴル帝国の大元統治下の中国がヒヤリから銃へ装備を変えたことが明らかになっており、銃はモンゴル帝国を通じてマドファとして西方のイスラム世界にも伝えられヨーロッパへ伝わったとされる。日本に火器が伝来したのと同じ頃、中国にもポルトガル式の消火器が様々な方面から流入した。五百四十年代から五百六十年代にかけては、 後期和光の黄金時代にあたり、明朝は早期からヨーロッパ人と接触していた和光との戦闘を通して、火器を入手し、複製を始めたとみられている。1558年に和光の指導者、王忠氏が降伏してきたた際、明は大量の火器を没収し、複製した。明でも、また火器の使用を基礎とした戦術が発展した。ぎてる和兵を訓練して専門化し、 一斉射撃や反転行進などの戦術を取り入れたり、部隊を整備して柔軟な人形展開を可能にしたりして、和光やモンゴル人との戦争で成功を収めた。1661年にオランダ東インド会社と戦った民の将軍帝成功は、関津ギテルに似た戦法や戦術を用いて勝利を重ねた。帝成功は兵に人形を保たせるために厳しい。 訓練と規律を課し、兵器の質で勝るオランダ軍を破ったのである。権竜帝の時代の真の兵士。真では1631年にヨーロッパ式の大砲を運用する部隊が編成された。彼らはくれないエビス砲のような大砲を製造したり、ヨーロッパから輸入したりして、真軍の中で高い信頼を得た。満州人はあまり銃を扱いたがらず、その仕様と製造を、 漢人に任せた。大砲や小銃は従前武功で知られるような新朝の戦争で広く用いられた。しかし1700年代中盤に清が東アジアでの派遣を確立し大規模な戦争がなくなると夏季の発展は下火になった。1840年のアヘン戦争で新朝が用いた格好法はヨーロッパではすでに廃れ戦場法にとって変わられていた。 日本人は16世紀中盤にポルトガル人からアーケバスを入手し、このポルトガル式の火薬兵器を独自に量産し始めた。一方で、日本への火器の流入は海外で活動した日本人傭兵の出国、帰国を通してすでに1540年には始まっていたとする説もある。鉄砲の生産が始まって間もなく、銃は日本の兵士の主要装備となっていった。 トニオ・アンドラーデによればヨーロッパ人からもたらされた革命的な軍事モデルは日本の軍事技術に大きな飛躍をもたらした。特にアンドラーデは訓練技術の向上によって可能になった銃兵の一斉連続射撃に着目している。一斉連続射撃戦法は日本の織田信長によって開発されたものだとされている。彼はそれまでの旧兵が行っていた戦術を 銃火器戦術に持ち込んだのであるが、銃兵が装填している間に、他の銃兵が射撃できるという、このシステムは、信長の敵に壊滅的な打撃を与えることになった。朝鮮にも中国で使用されていた火器が導入され、14世紀後半には製造も始めていた。しかし1592年から1598年の日本との戦争が始まると、 中火器導入の遅れが露呈し、日本や民と同様の軍事改革を迫られた。この戦争中の1594年には、すでに朝鮮軍内で銃兵が占める割合が5割を超えていた。彼らは、関継ギテルの一斉射撃戦術などを取り入れるとともに、改良を重ね、他国に講師得るまでに軍事技術を発展させた。1619年に民と女真族の間で、 発生したサルフの戦いでは、小銃を装備した朝鮮軍が民の陣営で参戦した。戦闘には敗れたものの、この戦いで朝鮮軍は銃火器戦術を披露し前戦した。その後1627年と1636年に、女神族が直接朝鮮に侵入した際にも朝鮮軍は銃を主体として戦ったが、敗北した。 1654年と1658年には、ロシアと戦う成長に援軍を派遣し、その勝利に大きく貢献した。ありがとうございます。